はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。田舎の青年カズマです。よろしくお願いいたします。本日はね、一手間かけて苗をランナーの発生を良くすることをやっていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、改めましておはようございます。今日はね、7月の25日、もう7月も終わりですね。今日はね、やっていくことなんですけれども、どうですか？もう見てないうちにかなりランナーが、こなえが出てきました。こんだけ出てきたのは、まあまあ、カエルが鳴いてる。梅雨が終わって光合成量、まあまあ、親株の根がしっかり張ってきたことがポイントやと思うんですけれども、なぜこんなに出るようになったか、一手間かけてこのコカブタイチを強くする方法をお伝えしていきたいと思います。今日はね、こちら、液肥を使っていきたいと思います。液肥って言いますと、液体になった肥料のことで、水肥とも呼ばれております。メリットとしては2つありまして、1つ目は固形の肥料に比べて吸収時間が短いっていうことと、二つ目は短期間でいろんな肥料を、まあ、与えることができる。より多くの、今でしたら、一応でしたら、根を元気に取り戻すっていう方法として使っていきます。はい。まあ、有機肥料とか化学肥料とかいろいろあるんですけれども、僕はさっき見つけ、お伝えしたこれ、タイミング2号っていうのを使いました。こちらと言いますと、成分量が窒素が0、リン酸17のカリ0、で、クド3という、結構ね、リン酸とクドに特化した肥料なんですけれども、リン酸とクドは相乗効果があるんで、吸収率、まあ、根の活着ですね、率が上がるっていう方法で、これを今使ってわしていただいております。まあ、いろんなね、あと、マグネショットとかアミノショットとか、いろんなあるんですけれども、僕1年目で、まあ、予算もないんで、とりあえず、それを使っております。で、頻度で言ったら、今僕、3日に1回、まあ、ちょうど 20g しかないんでね、今から9月って考えると 20g。で、だいたい1000倍から500倍、500倍から1000倍の間で散布していくんですけれども、今、灌水量が8月で1000リッター。1000リッターほど灌水しております。なので、だいたい1000リッターの1000倍。では1リットル。約1リットルほどを3日に1回やってるところで、で、だいたいまあ20キロ、20リッターか、なくなるかなっていう感じですね。実際液肥って目には見えへんのですけど、まあ、少なからず、やらんよりかはやった方がいいかなというお師匠さんからの意見もございましたので、僕は、まあ今日は手灌水なんでやってるところでございます。では実際やっていきましょうか。はい、どんな感じか。まあ、水やりなんですけれども。レッツゴー！はい。では、今これ1000リッター入ってますので、ここに、2本のペットボトル、ちょっとメーカーあるんですけども、この2つ、ここに入れていきたいと思います。それにしても暑いな。おっとっと。水跳ねには注意してくださいね。これも一応液肥なんで、低液肥なんでね、手袋した方がいいと思います。これもで、まあ今ちょっと混ぜたんで、軽く混ぜる、混ざってるか分かんないですけど、はい、こんな感じですね。やっていきます。
はい、今日はね曇ってるんでめちゃめちゃやることはないと思うんですけれども、程よくやっていきたいと思います。最近はね天気のこの下の湿度とか、まあ、まあ温度計地温計あるんで、そちらで測ってる状態でございます。ではやっていきます。最初ね、最初の水は水なんで、ちょっとまあ中の温度、お湯の場合もあるんで温度調整確認してからやっていきましょう。よし、行くぞ。はい、おっとっと、危ない危ない危ない。そうね、結構土跳ねによって病気の発生のリスクがあるって言われてるんですけれども、まあ、今こちら液肥散布してるんで、多少なりともこの両面散布、両面散布っていう方法で肥料の吸収も必要とはなってくるんで、葉っぱにもかかってなくてもかかってるんですけどね、まあ一応かけているような感じで散布しております。ということって地面のクラウン、根と葉っぱからの吸収2つできるんで、僕はそこを2つ見て意識しながらやっております。終了。はい、お疲れ様でした。今日はね、解体作業しておりましたので、今夕方ぐらいになっております。ハウスの撮影でさせていただいております。今日は液肥について、まあ液肥ちょっとした手間をかけて苗を強くするってことをやっていきました。夕方の景色も結構いいでしょう。ほらほら。今日も焼けました。テカテカリンですわ。まあ、こんな感じで一応栽培やっております。ただエギーはねちょっと効かしすぎるとチップバーンとか、まあ、こんな感じですね。このやついいと思っていっぱいかけるより薄くコンスタントにかけることがコツではないでしょうか。なんでいいと思っていっぱいかけるよりコツコツ、まあ、何でもそうなんですけどね、やっていっていただければいいと思います。今苗数えると7月25日時点で6000株ほど取っております。あと4000株ですね。もう真夏のピークなんでランナーたちもちょっと夏バテ気味なんですけれども、そこを液肥とか毎日の日々の管理ですね、葉かき、逆算等で定食まで持っていきたいと思います。まずね、僕は植えるとこを作らないといけないんですけれども、そちらも併用してちょっとしんどいですけれどもやっていきたいと思います。夕方には土乾いてるな、もうちょっと水をあげないといけないかもしれません。こっちね、太陽こっちに沈んでいくんで、最後まで光合成していただけるので小株さんたち、なんでこっち側の水はちょっと多めにしないといけないかもしれませんね。お疲れ様でした。ではまた次回もお楽しみに。さよなら。